愛子ちゃんこんにちは。こんにちは、こんばんはじゃないな。違います。どこに来てますか？これは時間が時間3時半。はい、これはどこですか？おかげ横丁。はい、おかげ横丁に来ました。伊勢満喫してます。今日はちょっと天気は、天気はめちゃめちゃいいですよ。あそこにはマークたちも来てますね。いろんなお土産屋さんなんかもたくさんあります。見に行きます。うん、なんか美味しいもあるかな、楽しみですね。わかりますよ。また会ってるとこありますね。マンゴーのやつさん、射的とかね。うん、射的。お、お、ふふ。松坂牛串だ。はい。剣も売ってますね。うん？剣も売ってるかも。剣も売ってますよ。串屋さん、入ってみる？行ってみましょう。牛串とか。うん？それでは始まります。おかげ横丁には猫がいる。松坂牛一串900円、和牛700円。うまそうですよ。食ってみる？食べてみる？江戸時代になります。彦根藩第二代藩主の井伊直政が鷹狩りの会議。こちらどうですか？ここは。渦間さんみたいね。行ってみましょう。うん、行ってみますよ。土産屋さん。うん。いろいろあります。前はすごい行列だったもんな。うん。池アワビ入荷しました。出るかな？ホコゼ。おお。おお。イシダイ。ね、見て。何？うん。でっかいやつだね、あれ。これ。背びれ飛ぶにどこあります？キラキラしてる。お茶買って帰ったのかい？何せんの？お茶好き？どこ行った？あ？何？何？剣？剣？剣？お土産屋？あったかな？今ないな。探して。あったら教えて。こうか、氷。そうか。氷か、お前。あ、赤福氷あるわ。牛串食べたい。牛串食べたい。牛串食べたい。え、なんて変なの。牛串。バスカじゃなくて今。行ってみようか。うん。鴨も太田道か。あ、おじさん。何倍と。太田道か室町時代のお侍だ。ということは江戸時代よりももっと前ってことは、この人の方がやっぱり有力ですかね。で、その前に大田道完全に知らないよね。それ当てるところ。大田道が実は江戸城を築城したお侍です。江戸城といえば、うん、はい、やってなんか年賀法です。ぐったりしています。あ、見て。何を？鴨町、鴨町、牛町。おー、助かった。違う。違う。うん？あっちで紙芝居みたいなのしてはるの違う？なんか紙芝居です。はい、おやすみなさーい。おはようございます。おはようございます。目とろーんとしてる。はい、じゃあこちらお土産屋さんにやってきました。あるかな？
撮ってますよ。ありますかね、うん、アンパンマンだともうちょっと。ちょっと中入りにくいですけど。なぜかアンパンマンもあります。え、あ、ほんまアンパンマンもあります。なぜかアンパンマンがあります。アンパンマンはどこ行っても人気です。とっちゃんが好きそうな、とっちゃんが好きそうなやつはあんまりなさそうですが。あ、これありますね。ほんまや、焼き魚セット、卵といっぱいセット、洋食屋さんセット、いろいろあります、ね、他にはあ、なんとおこちゃんの好きな電車があります。はやぶさこまし、パンダ取れゼロ系、うん、ドクターイエロー、うん、他にはには何があるの？何があるかな？ちょっとこのバギー通すんが必死なんでなかなかですけど、一応けん玉とかですね、だるま落とし、こっちゃんが好きそうな剣とかはないですね。ちょっと一回止めます。あ、ちょっとこれ食べるから待ってよ。これはい、牛できました。牛ゴール行こうよ。行く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 、わかった。牛丼どうですか？食べてください。また食べる。うまい。うまいらしいです。食べますか、こっちゃんも。あ、うまいね。変な味付けしてんから。なっちゃうわ。あ、これ懐かしい。これ、うん、こちゃん、こんなんはどうですか？バン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 。ありますね、これ、うん、見てください。はい、見てますよ。見てください。はい、どうですか？見てください。はい、ライチョウです。これはライチョウですか？え、チョウし、呼んでください。あ、落ちました。呼んでください。ん、これ、うん、特急って書いてますね。特急、特急です。ライチョウ、クハ、地球、189、特急ですね。どこの特急か分かりませんが、特急です。これも特急です。これも特急です。娘、来て。これも特急です。説明して。これも特急です。うん、特急ですね。これは？新幹線ですね。これは？こっちは、花赤い新幹線で。うまいね、花赤いね。こっちはちょっと違いますね。中間車ですね。中間車ですか。ねえ。うん、そうですね。いろいろありますな。じゃあちょっと違うとこ行ってみましょうか。それでは。撮ってますよ。これ500系です。はい。こっちは？早草 E6 やけども、ここのラインがピンクが紫に変わってます。うん、変わってますね。読んでください。何を読むの？ほんまやな、紫ってこと新しいやつやな。何やったっけ、北海道のやつやね。うん、確か。これは何ですか？これはレールですね。これは、それはツバメ？じゃあこれはあの小町、スーパー小町ですね、多分。スーパー小町？うん、あの頭のとこないけど、
まあ、いろいろあります。こちゃん、ちゃんとか聞いてみよう。はい、それなんですか。ピンクです。そうですね、ガシャガシャした赤ちゃんが飛ぶやつですね。はい、うるさい人です。うっさいやつです。中入って、中何もなかったよ、さっき見たよ。